まず一周します。こういうことですよね、衣装合わせの時みたいな。逆ももらっときますか皆さん。ありがとうございます。この衣装はですね、今デネプロを見てくださった皆さん、あの分かるかなと思うんですけれども、2幕の時にフィオナが、登場するんですが、フィオナの回想のシーンでちょうどこちらのですね、上手にあるこの建物の上にロイドが出てきて、フィオナの回想の中で昔2人が一緒にミッションを行ってた時の戦闘服でございます。でこれ実はあのこれ言っていいんですかね、早替えとかで僕らいろいろ衣装とかを重ねたりするんですけれども、この服は重ねる用なので結構今ブカブカです。なのでこんなに腰パンはしてません実は。もうちょっと上に上がっています。その時にやってる戦闘服でございます。ありがとうございました。まあ見覚えある方も多いとは思いますが、この衣装ですね、まずは回転します。はい、ね、これ後ろですよ。ああなるほど、はい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 、逆も逆も、ね、逆いらないでしょ。いやいや逆も絶対本当、はい、バあーここ、あーいいですね、ありがとうございます。違う違う違う、うまく編集してくださいすいません。まあ、本当に先ほども言った通り、あの皆さん見覚えのある衣装の一つだと思います。ロイドがですね、お仕事ではなく普段着として着ているんですが、ミュージカル版では、部屋着として、活用させていただいてます。ヨルさん大事な、ね、弟を迎えるときに、部屋着で登場するんですが、普段はこういう感じでヨルさんと一緒に、ね、リラックスして過ごしてますよっていうアクセントになるかなと思って今作取り入れられてます。よろしくお願いします。終わります。はい。反対行きます。はい。こちらのお衣装はですね、見てくださった方はお分かりかと思うんですけども、2幕の E 連校に受験するときに三者面接で着ているお洋服でございます。そのシーンから少しずつヨルさんの母親としての自覚だったりとか、しっかりしなくちゃっていう自覚を持つためにカチッと母親らしく、こう参観日の母親らしい、そんなワンピースを着ております。よろしくお願いします。回ります。反対行きます。はい、この衣装はE 電工に受験する際の面接までの、ところで着ている衣装なんですけど、実はこのここについているボタンがトレードマークの、茨姫のトレードマークのボタンになっていまして、ふーちゃんが着ている衣装にも同じボタンがついていますので、ぜひそこにも注目していただけたらなと思います。はい、ありがとうございました。